私たちはチェコでーす。はい、というわけで本日はスペシャルコラボでございます。あの皆さんのご存知、中田で有名なエリオフィッシュさんのフィッシュボーイさんに今回は来ていただきました。よろしくお願いします。本日は世界的ダンサーのフィッシュボーイさんになんと美容を教わってもらいちゃいます。説明しよう。ポッピンというのは体の筋肉を弾くという意味のポップというのが名前の由来となっているダンスであり、簡単なイメージとしてはロボットダンスをイメージするのが一番わかりやすいかもじゃ。ダンスの難易度で言っても結構レベルが高いジャンルやぞ。そのポッピンを今日はフィッシュボーイ先生にチェゴが教わるという企画じゃ。実は私たちバーウェイコハイスクールっていう学校に行ってたんですけど、その時のね、恩師でもございます。もう本当に、いや、本当でございます。本当です。はい。え、今もまだバーで先生はされてる？実はね、してるんです。おお、すごい。十何年もしてて、いろんな卒業生知ってるかも。その中で YouTuber になったの、あなたです。確かに、まさか、まさかの。だって私たち実はレディオフィッシュさんの MV とかに、なんかその他大勢の枠で大勢のね出てくれたりとか、紅白でも出てくれたもんね。そうですね、はい、そう、ありがたいわ。本当にね、光栄です。本当に、そちらこそ光栄です。ありがとうございます。今日もこんな回になると思います。早速、していきたいと思います。はい。それでは、レッツ、チェックアウト。ここに、じゃあ、ここに行きます。はい、はい。で、はい、さん、ここで。はい。で、ただ、もう、だいぶ、何でもいいです。左の方が下がる。で、右の最後の方が私がもう死ぬ気で。一回落として、もう一回上げて、今度は逆にしてあげる。ダダズダダダスダダンズンダダダ。はい。ちょっと音で。Thank you.
今日はフィッシュボーイさんとポップダンスをやってみました。ありがとうございました。すごいね。ちょっとのミスさあったりとかしたらさ、何回も撮るじゃん。いやもうほんとごめんなさい。逆にめちゃくちゃプロだなと思って。なんかこれでいいやーって感じになるのかなと思ったら、いやこれはちょっとすごい。自分的にはもう何回でもやりたいから、やろうやろうみたいな感じになって超楽しかった。ポップをやっていただいてありがとうございます。いやー本当にこちらこそでございます。嬉しい。そしてフィッシュさんのチャンネルの方でも5人でイッチーさんのマフィアを踊ってます。ぜひ見てください。お願いします。対談の方もフィッシュさんチャンネルで撮らさせていただいてるので、いろいろな秘話をお話しすると思うので、そちらもチェックしてください。でもちろんあのフィッシュさんのチャンネルの方も概要欄に貼ってあるので皆さん登録してください。ということで以上チェゴとフィッシュボーイでした。ありがとうございます。